はい、今日のねトピックはですね、一つのトピックはですね、この桃のねこの苗なんです。この頃まあ私桃買うのはね2年生の苗を暁で買って、今年はねいきなりね 10個以上大量ゲットできたことについては非常にねまあ嬉しいし、あこんなに簡単なのかというような感じでね、虫だけに気をつければ実るということで分かりましたんで、でもう一つ、そうそう、大玉白鳳が今年買った、苗ですね、それに花芽がついてたと、それを大事に育てると3つ収穫できたということで、桃はね本当にねマンゴーと比べたらね本当にあれですよ、効率いいですわ。でまあ実もねマンゴーに負けないぐらいに美味しいということですから、まあ、それはねそうロマママさんもねおすすめでね、私の方にもちょっといいですよって言っておっしゃってて、それで素直に受け入れて聞いて、その結果なんですね。でまあロマンさんともたくさん種類あるんですけども、お餅なんですけども、まあ私の方もねいろいろ考えましたね、同じものを育てるももちろんいいと思うんですけども、少しまあ自分のね環境に応じて、また要望に応じてという意味ですね、今回買ったのがこの氷川白鳳なんですよ。で特徴なんですけど、氷川白鳳とこの前買いました姫小夏は和紙なんです。ですから6月頃から収穫できる、そこがね最大の狙いなんですよ。6月に収穫できて、で暁とか普通の白鳳がですね7月とか8月まで、だいたい末、8月、末までいかないかな、8月のそうですね、まあ上旬ぐらいかな、で収穫できるわけなんで、そうしますとね6月7、8の上旬ぐらいまで桃がね食べられるという、そういうね恩恵に起こすことができるわけなんですよ。そこなんですね。ですから6、7、8の上旬でしょ、だからしばらくはまあ実りはもう収穫もブドウも終わるんですよ。あとはまあ10月、そうですね、11月のフェジアまでボンとね収穫が飛んじゃいますんで、それから言いましたらね桃もねその辺考えて買うといいのかなと思いました。はい、でまあこれはまあ和製ということと、白鳳ですんで実が柔らかいですね、どっちかというと。で1本で結実しますということで、まあねこれガーデンストーリーさんでちょっとお世話になったんですけども、2年生の設備内もね修理によっては結構まだ販売しておられるようなところもあるか分かりませんので、またこれからね今まあちょっと暑いんですけども、買って涼しくなると植えてですね成功させばねいいかなというふうに、そういうふうにちょっと思うんですよ。まあ来年もね暁は10個以上、大玉白鳳は5個以上で、姫小松も、まあ、2、3個ぐらいかな、でこの日が白鳳がまあいいとこ2、3個できたらね、まあそれでよしとして、また再来年ねたくさんさらにね、ゲットできるようにしたいなというふうには思っております。桃の暁がねかなりね大きくなってきましたね、背を超えましたね。でまあここの枝にね新しく植えた枝にですね、また来年ね花が咲いて実をつける、 かなり来年はねまあ普通で考えたらですよ、何もなければね花がたくさんつくと思います。でまあ実も結構できるかなと思います。まあ、トラのタヌキのなんとらやですけど、今年13個見ましたんで、来年はまあ最低ね20個ぐらいはねこれ抜きで実ってくれたら、ね、嬉しいなと思うんですけどね。さあ皆さんどうでしょうか、うまくね実ればねいいですね。はい、膨張ネットでちょっと見繰りするんですけどね、銅片がどん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 こう熟してきてまして、もう毎日毎日ね熟してくるんですよ。ですからそうですね、やっぱこれだけでも今年はやや小ぶりの実ですけどね、もうかれこれ10個以上収穫してまして、まだ残ってるのか比べたら40個ぐらいはねきっとあると思うんですよ。でまあ冬にですね下の方に伸びてるやつをねこう剪定するというのはそういう作業がねあると思いますけど、まあ、同品は本当に好調です。はい、バナナの方もねこれねこういうふうにこう大きくこれからもどんどん熟していく段階に入ってまして、
一つね、大きい実ができたんですけど、まあ、それもちょっと今日はお見せできてないんですけども、収穫しちゃったんですけども、ちょっとね、いつも世話になってるね、仕事の知人にね、ちょっと差し上げようかなと思って、収穫したんですよ。まあ、ですから、バナーネとね、それからの、ドーフィンはね、それとまあ、カドタ、セレスト、あのあたりはね、本当にね、もう、毎年きちっとなりますからね、いいです。やはり最大のね、難関はね、このダルマチですね。これが最初はまあいくつか収穫できた、美味しい実食べたんですけども、あとはね本当にねちょっとわからないです。実あそこにいくつか残ってるんですが、さあその実がねどこまで成長するかっていうのは見物でして、さあどういうね反応してくれるかなって。下にはもう駆動とか液肥とかねもうかなり与えてますんで、これで肥料不足ということはねおそらくないと思います。これで、まあ、あんまり実らなかったら、もともとの品種の特性で、気候にね、奈良の気候に合わないんかな。もともとはヨーロッパのイチジクでしょ。ですから、ちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。この辺の差っていうのは、実際育ってみないとわかりませんので、そこをね、ちょっと皆さんとやっぱり共有できたらと思うんですよ。他に、まあ、育ててられる方ね、いらっしゃったらね、情報をいただけたらありがたいんですけどね。なんかね、そんな感じしますね。ですから、ドーフィンとか、バナネはまあ、これも欧州系ですけども、生きてますけど。でもね、イチジク結構大きくなりますからね。このダルマティの半分ぐらいの大きさでの木でね、たくさんできるのあればね、もっといいかな。もっと効率のいいね、美味しいの、ドーフィンと負けないぐらいのね、種類があったらね、いいかなと思うんですけどね。ありますでしょうかね。ちょっと記憶にあるのは、そう、ロママさんところを育てておられるアーチペルとか、それからね、グッドだったかな、とか、その辺かな。あとは、まあ、ビオレソリウスとか、カロンとかね、あると思いますけども。ですけど、たくさんできててってね、いうところ辺はその辺かな。あと、何だ、ホワイトゼノア、はい、キング、このあたりがそうなんかなと思いますけどね。まあ、イチジクもね、本当に育ててみたらね、少しこう差があるんですね。そういうこともやっぱ分かってみて、勉強になるかなというふうに思います。これ見ていただきたいんですけどね、金柑の花がね、また咲いてるんですよ。これね、金柑の花って8月、7月かな？夏に咲くんで、もう一回咲くんですね。これはね、ちょっと意外でして、で、今頃こう咲いてるんですよ。で、雨に濡れないからね、結実するんかな？それとも、8月のやつはダメなんか、ちょっとその辺はよくわからないんですけどね。ですから、7月に咲いたやつは、こういうふうに、実がこれになってますんで、まあ、たくさんはないんですけどね、下の方にもこう実ってますって、で、その余力があるところは、こうやってまた花芽、こうついて、少し実るんかわかりませんね。まあ、これはまあ、ちょっと驚きましたね。今頃咲くのかよ、ってな感じで、はい。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう、さようなら。